ハロロー、どうもクラスです。さあ今回はですね、またまた豪華なコラボのダンスが来ました。ラッシュアワー、こちらのサビ振り付けレクチャーをやっていきたいと思います。内容としては48ありまして、かっこよく踊るポイントだったりとか、踊りやすくなるポイントっていうのも踏まえてお伝えをしていきますので、ぜひこの動画を見てね、覚えてみてください。それでは早速始めていきましょう。レッツゴー。はい、それではレクチャーの方を始めていきたいと思います。まず最初にこの動画のお説明なんですけども、動画は反転しております。なので自分のことが鏡だと思って覚えるようにしてください。はい、ではラッシュアワーやっていきましょう。で、初っ端からですね、ここが一番難しい動きだと思うんですけども、チキンという動きをやっていただきます。はい、こういう動きですね。これが1エイト目の最初の方にいきます。まず右体重を作ってください。そしたらこの左足を折り曲げて寄せてあげます。腰を今度戻す際に入れていただいたら、体重も一緒に連れていきます。体重が乗ったら、この腰は後ろを経由して右側につないでいきます。そしたら今こっち側の右足が伸びている状態になると思うんですけども、そしたらこれを折り曲げます。で、今度は全く反対のことをやりたいので、同じように体重と腰を外に逃がしてあげたら、後ろを経由して左側を折り曲げる、行って折り曲げる。はい、この繰り返しになります。でですね、一番重要になってくるのはこの腰の当たりですね。これを残しに行くというよりかは当てに行く感じです。はい、ここについたきっかけでドン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 っていう風に離してあげるのがすごくポイントになりますので、ここちょっと覚えておいてください。はい、でこれに合わせて手の動きは、両手をパーの形を作っていただいて、はい、このような形を取ります。そしたら腰と全く同じ動きをしながら、若干左側に寄せてあげます。で、ここからが変わってきて、今度は腰の動きはそのまんまで、手をゆっくり上に上げていきます。これは2カウントかけてになりますので、スリーフォーという形で最終的に上の方に手を持ってきてください。で、手はですね、ちょっと映像によって若干違ったりもするんですけども、少しこう内側ですね、手首を内側に寄せていただいた状態でぐーっと、はい、上げていく形になります。これが1エイト目の4カウントまでになります。ゆっくりやってみますと、せーの、ワン、ツ、スリー、フォーということになります。はい、そしたら今度はですね、一瞬右体重に戻しながら手をばらします。で、この時に左足を上げておいてください。手の動きは1、2、3、クラップを3回します。左足の動きは1、2、3、3回叩きます。で、これは余裕がある方で結構なんですけども、実際の本家さんでは少しだけですね、この足の方向側にリズムをタンタンタンと取ってるんですね。はい、なんでこうではなくてトントントンということです。なので余裕のある方は手と足を叩くタイミングでリズムを外側に1、2、3、タンタンタンというふうにやってあげてください。で、ここのタイミングが5、4、はい、6の頭になります。6で左足を寄せていただいたら、ここもちょっと細かいんですけども、まず手の動きからいきます。手の動きは頭の横、肩、クロス、前。足の動きは右、左、右、左。合わせてやってみますと、1、2、3、4ということになります。でですね、この動きに関しては体がピンと伸びてる状態で、これをやってるとちょっと手振りっぽい動きになってしまうんですね。はい、なんで足を踏んだタイミングは若干体が下に落ちます。ダウンのリズムですね。これを合わせながらやっていただくと1、2、3、4というふうにダンスにしっかりリズムが入ってくると思いますので、ここまで意識してやっていただくとよりかっこいいと思います。はい、これが1エイト目になりますね。ちょっといきなり難しいんですけども、1エイト目最初チキンからおさらいをしていきたいと思います。参りましょう。はい、し、せーの、ワン、ツ、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトということになります。はい、では2エイト目やっていきましょう。今やっていただいたところが
7-8 終わりました。そしたらまず足の動きだけいきますと、右踏んで左、左踏んで右、はい、この動きがきます、うん、で足をついたら逆の足が上がって落とす、上がって落とす、この繰り返しになります。体はですね、若干こう内側に、うん、向けるような形でやっているので、ここまで意識してやってください。この動きに合わせて手がですね、ポイント、指を指しながら上に上げる、上に上げるという形でやってます。カウントでいきますと 1&2 3&4 という形になります。はい、でですね、この後の 5-6-7-8 に関してはここはですね、決められた振り付けがないんですよね。はい、ちょっといろんな映像を見てみたんですけども、特にこれっていう振り付けがなかったので、だいたいですね、そのリズムの取り方が2カウントずつで合わせてます。最初この動きが終わった後に来るんですけども、 5-6-7-8 だったりとか 5-6-7-8みたいな形で2カウントずつのリズムっていうのは統一しているんですけども、この振り付けっていうのがないので、今日に関してはここの4カウントに関しては、ご自身がかっこいいと思う形で4カウント合わせてみてください。はい、では2-8目、ちょっとまとめていきましょう。この動きが終わったところがいきます。7-8-1&2 3&4 5-6-7-8ということになります。はい、では3-8目やっていきましょう。で3-8目の最初の4カウントに関しては1-8目の4カウントと全く同じ動きになります。はい、なのでここはちょっと割愛させていただきますね。 3-4 やっていただいた後からいきます。で次5の動きは新しい動きで 5-6-7-8という動きがきます。そしたらまずですね、足の動き覚えていただきたいんですけども、まず足の動き、左足を上げていただいたらこの足を寄せてきます。で寄せてきたのと同時に右足を後ろに下げてあります。で今度はこの右足が入ってきて左足が上がる、はい、基本的にはこの繰り返しになります。でこの時最大の注意点はですね、足の出している方向に体重が乗らないようにしてください。はい、体は常に真ん中にいる状態で、足が体重を作りに行くような感じです。軸を作りに行くような形です。はい、なので足の方向に乗ってしまうと絶対に間に合わなくなっちゃうんで、必ず自分の体の下に、はい、入れるようにしてください。これができてきたら今度は上半身は前のリズムですね。はい、前のリズムですと、それに合わせて手を前にぐるぐる縄跳びみたいな形を作っていただいて、前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 っていうのを合わせます。はい、でゆっくりやると 5-6-7-8 という形になります。はい、ゆっくりやると結構簡単なんですけど、実際のスピードでは 5-6-7-8 ぐらいのスピードだと思います。はい、なのでここがすごく速いですね。あとはかっこよく見せるポイントとしてはですね、この体がですね、まあ運動としてはざっくり言うと前後なんですけども、実際の映像ではこれをさらに上下を使ってます。はい、今ちょっと上と下が使い分けてるの分かりますかね。はい、なのでこれがこうじゃないですよね。こうじゃなくて上下上下っていう風に上下も意識します。なので1回目の前のリズムは上、2回目の前のリズムはここで下がってきて、このままマイナス、徐々に上がっていくっていう風に、こういう三角形をちょっとイメージしてください。自分の中、体の運動ですね、まあ、三角形と言いながらここないんだけど、はい、ちょっとこういう形を、うん、意識していただくといいと思います。はい、ではですね、3-8目、おさらいをしていきましょう。1-8目と同じなんですが、最初の4カウントはこの動きから入っていきます。まいりましょう。はい、し、せーの、1-2-3-4-5-6-7-8という形になります。はい、ではですね、ラスト4-8目やっていきましょう。まず斜めに出します。でこの時かかとです。かかとでついていただいたら外に出します。で左足はもうほぼほぼ動いてないです。で同じように斜めに戻していただいたら、もう一度自分の方に引き寄せます。
1,2,3,4 ということになりますね。はい、そしたらですね、次の2カウントはまた縄跳びの動きがします。なのでつなげてやってみますと1,2,3,4,5,6,7 1&2&3&4 という形になります。そしたらこのアチを 3&4&で寄せていただいたら、ここはですねホビさんの動きになるんですけども、まず右でスライドします。そしたら左でスライドする際に体の向きを変えてください。右左行ったら、で次右足を引っ掛けてご自身の左方向に回っていただいて、上の方に、はい、指を指したりとか手を広げたりという形で終わりという形になります。はい、ではですね4-8目、ここをちょっと確認していきましょう。今3-8目終わったところが縄跳びを、はい、連続でやったところで終わりました。いきます、7-8 1&2&3&4 5-6回ってポーズ、はい、という形になります。はい、ではですね全体をカウントでやっていきたいと思います。実際の音楽よりかは遅いスピードでやっておきますので、慣れてきた方は音楽に合わせてね、ぜひやってみてください。はい、ではカウント最初、チキンの動きからやっていきましょう。参ります、せーの、1,2,4,5,6,7,8 1&2,3&4 5-6,7。もう一度、1,2,4,5,6,7,8 1&2&3&4 5-6回って8という形になります。それでは音楽に合わせてやっていきましょう。ということでラッシュアワーいかがだったでしょうか。全体を通してですねリズムがすごく大切になってきます。なのでこの動きの時はどこでリズムを取っているんだろうということを今一度意識しながら踊っていただけるとよりかっこよく踊れると思いますので、ぜひぜひ練習をしてみてください。はい、今後もですねこのチャンネルは振り付けレクチャーなどどんどん出していきたいと思います。今回見て分かりやすかったよ、覚えられたよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で See you next time。ハロハロー、どうもクラウスです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。クラウスダンスアカデミーではオンラインレッスンも行っております。ダンスを始めてみたい、ダンスで楽しく痩せたい、アーティストの振り付けを覚えてみたいなどなど、いろんな方のニーズにお答えする内容になっております。詳しくは概要欄に記載のホームページに書いておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。一緒に楽しく踊りましょう。それではご案内はこの辺で See you next time。お待ちしております。